らいだけやります。15分経過したら終わる。そう、どうぞ。マスクピットマスク大人用ってでかいからね、仕方ない。唇の色がちょっとないの嫌な、リップ塗りたくないなと思って今なんか、はい、お疲れありがとうございます。あ、みんな心配ありがとう。さすがに散歩できるわけない。散歩してないよ。クマありがとうございます。こうピッタ黒じゃない、あ、黒もあります。黒もあるんだけど、あ、光飛びするかなと思って白いピッタマスク。うん、こんばんは。こうそう、これからはちゃんと水分取りたいと思います。あ、1分おきに水分取ります。ポカリセット。ポカリ、あ、風邪じゃないですよ。ハートありがとうございます。こうアイスありがとうございます。こうこの辺にしとこう。アイスありがとう。かわいい、ありがとうございます。こう無事今日生きれて、本当に今日生きれてよかったと思って、起きたら死んでんじゃないかって感じ。本当よかった。うん、本当に皆さん脱水症状には本当に気をつけてください。本当に、あの、死ぬかと思った。本当に気をつけて、本当に一人暮らしの皆さん本当に気をつけて。本当に私はママに電話したから大丈夫だったけど、本当にあの一人暮らしの人気をつけてね。熱くはなかったんですよ全然。そう、なんかね、むしろ冷房つけて寒いから全然熱くなかったんだけど、だから熱中症ではないんですよ。だけど本当に脱水症状。花束ありがとうございます。うん、本当にポカリあってよかった。だって外に買いに行けないぐらいフラフラだったんです。あの、なんか、あの1リットルの水が入ってる箱があるんですけど、あの緊急用、災害用、そう、それの中に1本だけポカリ入ってて、もう助かったって。ほんとそれもう泣いた、本当に見つけて、うん、見つけた瞬間泣いた。本当にハートたくさんありがとうございます。ポカリでかい、これ非常用ポカリですからね。今ここまで飲みました。はい、なんか一口ずつ一口ずつ1分に1回一口飲むみたいなくらいの感じです。なんか点滴みたいに少しずつ飲むんだよって。そう、ポカリまた買っておかないと。また買っときます。ポカリで今日ずっとポカリ飲んでるからさ、口の中虫歯って感じ、めっちゃ砂糖って感じがする。いい、口がね、あ、虫歯の口って感じ。本当に台所の前でぶっ倒れてた今日。本当にやばかったので、うん、かネットで調べてさ、ポカリがあるのを知らなかった時はさ、ネットでなんか塩と砂糖とレモン入れて、あのできる保水液みたいなをなんか作って、でもなんかめっちゃ飲んじゃったの。だからそれで気持ち悪くなっちゃって、元から気持ち悪かったのが気持ち悪くなっちゃって、うーってなっちゃったのから、本当にあの一気飲みも良くないし、あの皆さん本当に死ぬかと思うので、あの気をつけてください。マスク中なのはちょっとなんか、あの顔が可愛くないけどメイクしたくないっていう感じだからです。ココちゃんに緊急連絡して、いや、その日そんな時にココちゃんが電話かかってきて、あの普通になんかココちゃんがご機嫌電話が来て、やばいみたいな。うん、とりあえず無事で、皆さんお家に 1.5 リットルペットボトル1本だけでも常備しといた方がいいと思います。常温です。
粥、お粥まだ食べてないんですけどね、これから食べます。ご機嫌で、そこちゃんのご機嫌の電話が来てね、本当にやばいのって大丈夫かって言って、そう、ハートありがとうございます。うん、冷やさない方がいい、そう、常温でいいらしい。冷たい水はダメなんだって。もうない？うん、こんぐらいあります。また買います。明日買いに行きます。アクエリカポカリはね、常備しておこうと思いました。ハートありがとう、馬ありがとうございます。お疲れありがとうございます。いやー、顔がとってもむさぶさぶさ。アクエリアス派です。じゃあアクエリアスの 1.5 リットル買っておいてください。皆さん多分ね、もうポストインされてるらしいんですよ。塗り絵の塗り絵がポストインされてるらしいんですけど、ちょっと今日一歩も外に出てないからそう、ポストすら見てない。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。はい、一口飲みますハートありがとう。粉を常備しておくのも確かに、ポカリの粉、ポカリ粉ね、いいと思う。でも結構美味しくなさそうだからなこんな時に塗り絵魂はね、すごい、こんな時に塗り絵はちょっとできないうん、まだ今日何も食べていないのでね、お腹が空いたらお粥でも食べようかなと思いますそう、給水タイムのあるはず、あの1分に1回ぐらい給水しますリアしたね。そう、今日本当はお掃除してする予定だったんだけど、できなかった。明日学校行けるかな行けると思うけど。お粥もたくさんで、お粥ちょっとだけ食べます。まだ食べてない。サイトの T シャツです。すごいサイトスに笑われた、ひどい そう、栄養も大事。お魚食べたい。冷凍のひじきご飯が一つだけあってよかったって思ったうん、豆腐冷蔵庫に、今本当に冷蔵庫何も入ってなくて、卵とヨーグルトとかぐらいしかないんだよね今。あときな粉とかおからパウダーとか原材料とかって感じ。冷凍庫にほうれん草と、あとロールキャベツの冷凍がある。そうだ、冷凍キャベツの冷凍がありますが食べれるかって感じ。ひじきご飯の冷凍もちょっとある。ギフトありがとう、頑張ったってギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとう TKG は食べれないかな。冷凍三色なの。非常食も用意しない。いざとなったらきしめんとかうどんとか茹でればあります。うん、なんかあった、うん、棒が。イニシップ貼ったら治った、うん、うどんときしめんは茹でれば食べれるやつあるよ。まあウーバーイーツもありますよね。ウーバーイーツはちょっとしたくないかなこんな時にそうがあればあ、そうはね、食べちゃダメらしいよ。乳製品良くないらしいうどん良さげ、うどん消化いい。なんか調べた、おかゆかうどんだって。
冷凍卵が流行ったの？何それ？そうはダメよ。ピザ食べな、バカじゃないの、ピザ食べれないよ、入っちゃうよそんなん食べたらピザなんて食べれんわ。バラありがとうございまこバカかピザ食べな、バカか。レンチンで麺茹でれる容器を100均で買った。ああありますよね、ある、ああいうやつね。うん落ちてくんですけど。そう、こってりは無理です、無理です、無理です。三色団子食べる、食べれない。ポカリにオロナミン C を混ぜるといい。本当に？でも私も昔小学生とかの時に風邪ひいてオロナミン C かドデカミンかデカビタ飲めば元気になるみたいな感じだった。そういう気持ちだったもん、私も小学生とかの時の風邪は。そう、オロナミン C 飲めば治るからみたいな。うん、薬飲んで、なんかオロナミン C 飲んでで復活みたいな。風邪の時フルーツ缶詰とヨーグルトとプリンで3日しない。あ、フルーツ缶もね、いいよね。みかん、みかんどっさりゼリーめっちゃ好きでした。うん、卵パーフェクト食材なんだけど、まだ卵はおかゆに溶き卵入れようかなって思います。レンジでおかゆ作りたいと思います。おろし。あ、でもなんか配信してお腹空いてきたわ。給水、数分に1回給水します。翼は飲まないの？レッドブル、レッドブルは飲めないかな。寝れなくなっちゃうんじゃない、それ飲んだら。お姉さんタワー立ててください。そうだよ、サタソン、そうだよ風邪薬とか飲んどくのに、あのなんかウイローっていうさ、なんか最強薬があるんですけど、それは飲んでいます。すごいアラザンみたいな見た目のウイローね。あのなんかウイロー、あの食べ物のウイローじゃないやつ。いいね、ありがとうございます。うどんに卵入れて薄めの味で食べるというか、うどんとおかゆどっちがいいの？ひじきご飯をおかゆにしたい。つまこさんごくごくで言われて一口ずつ飲んでんですよ。お腹少ない、そう、お腹空いてきたかもしれない。分かんない、お腹空いてんのか分かんない。うん、ウイロー誰も知らなさ、え、誰も知らなさだよね、ウイロー。ハートありがとうございます。おかゆまこ、個人的にはおかゆのがいい。ウイロウもともと薬、え、でもね、あ、知ってるって。おかゆじゃない、うどんは言わないし、やっぱさ粉物より炭水、粉物の炭水化物よりさお米の方が多分いいよね。じゃあおかゆにします。ウイロー、なんかさ、なぜかウイローブレスケアの容器に入れられてる、いけるカシャカシャ、めっちゃアラザンみたいでしょ。そう、小さい時から風邪見たらこれを飲みなって。15分経過しました。ということでね、本当に今日は小ぶりでした、ごめんなさい。いや、そう、180日なんだよね今日、180日、ありがとうございます。180日パチ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 、ハートたくさんありがとうございます。88ありがとうございます。梅干し食べ、え、でも梅干し食べれないと思ってたけど、今ね梅干しおにぎりみたいな刻まれた梅
が入ってるセブンのおにぎりめっちゃ食べてみたいなって思ってる今。すっごい食べたい。でも外出たくないから無理。180日、おめありがとう、すごい180日すごい。パチパチ拍手ありがとう、ハートありがとう、拍手ありがとうございまこ。はい、ということで今日もね、見に来てくれてありがとうございますでした。メールでねご心配おかけしてすいませんでした。はい、うん、かわいいゲストありがとうございまこ。梅さっぱりしていい？え、なんか卵がゆにさレモン汁ちょっと入れたらいいですか？わかんないな。だし？ありがとう、せっかくのね180日ありがとうございまこでした。ルームフォローお願いします。してくれるかな、みんなルームフォローしてね。壇上読みますね、ささっと。13位、なんか女の子。12位、ウニヤバ。11位、ウニヤバ。10位、ウニヤバ。9位、ウニヤバ。8位、ウニヤバ。7位、なんだこれわかんないな、うん、なんか水かけてる人。6位、ウニヤバ。5位、ウニヤバ。4位、ウニヤバ。3位、好きな人。2位、ウニヤバ。そして第1位はズレレレじゃん、ウニヤバターン。ありがとうございまこ、ありがとう、ありがとうございまこでした。ゆっくり寝ます、ゆっくりゆっくりちょっと食べてゆっくり寝ます。ありがとうございまこでした。バイバイ、おつまこ。あ、撮ってた写真撮ってないや。撮ってた写真、おつまこってコメントお願いします。おつまこ、バイバーイ。